皆さん、こんにちは。えー、週刊手帳室の著者、海野隆です。えっ、ー、と、今日の雑貫はですねうん、手帳会議の話をします。あのー、別に私がどうやってるかというよりは、うんあんまりよろしくない手帳会議ってこんな感じじゃないですか、みたいな、ちょっとそんな話をするんですけども。 あのー、別に、ね、その手帳会議そのものが悪いって言ってるわけじゃなくて、あの、会議の中身が悪いんじゃないかなっていうふうに思うんですけども、あのー、まあ、あの、私が思うそのわ、悪い会議っていうのは、結局のところ、まあ、あの、振り返りを、その、してしまっていて、 で、えっ、ー、と、その振り返りをするところも別に悪いとは言わないんですけども、ただ、えっと、その振り返りをしている内容が、まあ、いいことが2ぐらいあると、ダメなことが8ぐらいあって、で、結局、その過去の話をしているというか、もう済んでしまった話、まあ、当たり前といえば当たり前なんですけども、その、 結局、まあで、できたところは <laughs> 2ぐらいで、そのできないことの対処に対して、その一生懸命こう振り返りをしちゃうわけなんでしょうけど、ただ、えっと、そもそも、その、できるが2で、できないことが8だったとしても、いい、毎日毎日それが同じようなこう比率で、 怒っていればなんかもうそれが麻痺しちゃってそのできないことが8でもしょうがないんじゃないかとか、あのー、当たり前だみたいに思っちゃってでそれをこういつまでたってもその比率をこういいように持ってくとかえっ、ー、とそんなこと私なんかそのできたが10に限りなく近いようにするにはどうしたらいいかみたいなことを考えてやっているのかどうかと言われると単に その起きたことだけをこう、つらつららねて、いや、これはできた、これはできなかった、みたいな。えっと、できたかできなかったじゃなくて、そもそも全部できるように計画立てをしたはずだから、その計画が狂っちゃいけないし、えっと、それで、その、狂わされてるのは、その計画じゃなくて予定の方だっていうふうに、その、頭をこう、切り替えていかないと、 いつまで経っても、その、できてない方が多いとか、えっ、ー、と、できないことが、こう、残っちゃっても仕方がないみたいな、そんなことにはなりゃしませんかみたいな、そんなことではあるんですね。だから、えっ、ー、と、結果的に時間を、こう、いくらかけても、その、できないで、できたことじゃなくて、できない方にだけフォーカスして、で、じゃあ、その、できないことをどうしましょうかっていう、 とことでそのなんとなく未来のことを考えようとしてるのかもしれないんですけどただ単にそれって過去の生産であるからそのいくらここのところをこう生産しようとしてもその毎日毎日起こることだから <laughs> それがねさらさらに言っちゃうとその そのことだけを対処するにはどうしたらいいかみたいなことになっていて、その類似するような同じことに対して、またその同じ次の日になったときに、あの、また同じことを、その、要は対処するにはどうしたらいいかみたいな、えっと、一個できたら一個できないものが見つかってみたいな、ずっとその繰り返しになっちゃってるんだとすると、同じ比率で、 あのできたが2位でできないが8位で、えー、明日はそのできない8をこういくつかクリアしていくんだけどまだ何か残っちゃってで新たな問題を入れられたらまた、えー、っとできたが2位ぐらいで <laughs> またできないが8位みたいなその繰り返しになっちゃってるんじゃないかなという気がするんですよねでそうするとうん当たり前なんですけどこの比率が いつもいつもこう同じぐらいの比率になっていて、まあまあ、麻痺してるから改善されないんですよねっていう。あの、結、結果の改善じゃなくて、計画の改善みたいのをしていかないといけないんじゃないかなというふうに思うんですけども、とともにもかくにも、毎日毎日同じ比率でこれが起こるから、 あ,のあんまりだからそこにこう疑問を感じなくなっちゃうっていうぐらい、その、うん、頑張ってこう、その手帳会議をしても、あの、進歩がないんじゃないのみたいな、そんなことになってんじゃないかなというふうに、私は思っちゃったりもしますということです。で、あの、結果的に、その、過去のことは <laughs>、まあまあ、多分しなきゃいけないとは思うんで、その、 その過去のことが2位で、未来のことが8みたいなその、これからどうしてこうかとか、えっと、その、えっと、問題は全部解決したからつ、次どうしようとかっていう、そっちの方の、えー、方に向かっていかなきゃいけないんでしょうけど、ただ単に向かう方向性として、その過去の生産じゃなくて、今度そ,それを起こさないように、 だけではなく、もっとそのさらに新しい方法とか、その改善された方法をさらに改善するみたいな、そういう方向に持っていくような会議をしないと、あまりこう、意味がないとは言いませんけども、その進歩がないみたいな話になってしまうんで、まあそう、そういうことをするためのその会議っていうふうにしていかないと、まあ、ただ単に、そのいつもその、 意味嫌われてるような報告会議みたいなものに、要はもう、うん、会社とか仕事だけじゃなくて、自分の私生活も同じことしてんじゃないのっていうか、あの、会社の会議は嫌いなくせに、自分の会議が同じようなことをしてることに気づいてないというか、あの、会社がこうだから自分もこうだみたいな、当たり前になっちゃってるんじゃないかなというふうに、まあ、私自身は思ったりもしますというところで、 あの会議の在り方という中身の方を変えていかないと、あまり私はだから、えー、振り返りをしない方がいいという、まあ、まあそういう,こう考え方を持ってしまうかなというところになりましたというところです、えー。今日のお話は以上となります。最後まで視聴いただきありがとうございました。運のたかしがお送りしました。それでは。